は死体。トゥービー、あれ破壊されたエイリアンの母船が。ようこそ我が創造主の墓場へ。お前たちは。トゥビー、気をつけてください。私の名前はアダム。君たちアンドロイドが探しているエイリアンはもういない。何百年も前にこいつらは私たち機械生命体が絶滅させた。絶滅させた。今度絶滅するのは君たちアンドロイドかな。機械生命体は自己進化を繰り返して強化されていく兵器。ネットワークの上に芽生える地図、創造主もそれを料理する。大して時間は必要としなくて。自分たちの創造主を倒すなんていいんだ。こんな奴、植物のように単純でくだらない構造の生き物と価値のあった。私たちが興味があるのは月にいる人類。人類。そう、人間は魅力的だ。理解不能だ。記録のある同じ種族で大量に殺し合った愛し合う。その行動原理は目を見張る不可解さ。私たちはその真理に迫りたい。だがその模倣作品であるアンドロイドの諸君に調査を手伝ってもらいたいと思った。手伝う。そう、月にいる人類を引きずり下ろして生きたまま分解して分析してその秘密の全てを暴くんだよ。こいつでくる他にはない。そんなことやらせるわけないだろ。トゥービー、こんな奴らに惑わされちゃダメだ。じゃあ交渉は決裂というわけだ。滅ぼすしかない。君たちここにいる怪物、宇宙人と呼ぶ。そろそろ時間だ。これが私たちの創造主の末路。お前たちが信じる人間はどうかな。逃げられた。エイリアンたちがすでに滅んでいた。トゥービー、とりあえずバンカーに戻って報告しよう。